じゃあ今日も始めていきたいと思います。山川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。手拍子とかした方がいいですかね。いやどうなんでしょう。ただのファンの顔になってると思うんですけど、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ベースの初心者なんですけれども、ユビーダのベースの弾き方、改めてこのトピックでやっていきたいと思います。はい。左手右手と最初はやっぱり意識が両方にはなかなか行きにくいので、最初はまあ自分の意識をどっちか。片方に分けて、そうですね。右手は最初にやりますかね。それで最初は意識して右手を練習するんですけど、まあ最終的には意識から外して無意識でも右手が自動で動くような感じで、基本的には普段弾いてる時はあんまり右手のことは考えていないですね。もう右手はもう無意識で動かす。自動的に動く。ここを弾きたいって言ったらちゃんとここが弾ける。1弦を弾きたいって言ったら1弦が弾けるし、3弦4弦っていうふうにもうなんていうのオートメーションで左手を押さえるとそこにだからこっち側を見るってことはまあ基本的にはないですね。右を見るってことはほとんどないです。右手基本的に2フィンガーっていって指で弾く時には、まずもともとこうウッドベースもそうなんですけど、弦楽器ってこう立てて弾くものだったのがエレキベースになってこれが横になったわけなんですけど、なんで基本的にはこの縦の意識っていうのがすごく実は重要で、そうすると弦に対して、垂直にこう当たる。だからこう寝ちゃったらダメですね。この弦に対して直角に縦に当てるっていうことが一つポイントと、あとは指って大体普通みんな関節が第一関節第二関節だと思うんですけど、基本的にはこの根元から動かす。こういうふうに動かす。で、第一関節、第二関節、よく最初初心者の人ってこうなんていうか、こういうふうに動かしちゃうんですよ。引っかくみたいな。なぜかってこう寝てるからどうしてもこう後ろにこう引っかくっていうイメージがあるんですけど、こう立ってれば別に後ろに引っかかる意味はないので、このまま普通に第三関節からこういうふうに動かせると思うんですけど、なので弦がに対して直角に当たってるっていうのが一つ。なんでこれがこうダメな例はこっち。こうなってくると弾こうと思った時にどうしてもこういうふうになってしまうので、腕がとか肘とかが後ろに引けてしまうので、そうならないように最初から直角に当てていく。なのである程度最初は慣れないうちは少しこう肩とか全体的に少しこうこっち側をこう前に出してこう誰かを抱きつくような、基本的に楽器ってこう抱きかかえるようなイメージっていうのはいつもすごく大事で、そうなってくると自然と右手はこういうふうに前でくると思うんですよね。それがこう後ろに引いちゃってるとこうちっちゃくなっちゃう。ここになんか大きいものをなんかこう抱えるようなイメージっていうのこういう全ての楽器に入れることかなと思います。で、あとはこうやって大体の人は指の長さが違うと思うんです。人差し指と中指、大体の人、たまに違う人もいます。あ、だいぶ長いですね。だいぶ長いですね。なんで、本当ですね。だいぶ長いですね。長い人で弦に対して揃えるためにこう寝かすんですよ。そうじゃあ。なので横須賀さんの場合は人よりも余分に寝かせてください。それで人差し指中指っていうのがなんていうの両方同じ深さだから、ちょっとこう当ててみるとまあこういうふうな感じで跡がちょっと分かると思うんですけど、同じ位置に跡がつくような感じになるとこう音の音量とか粒立ちとかが揃うんじゃないかなというふうに思います。なるほど。はい。それでよくどっちからスタートしたらいいですかとか聞かれるんですけど、どっちでもいいです。どっちからスタートしてもいいんですけども、ただ問題なのは例えば1231231引いた後にまた次123ってやっちゃう人が多いんですよ。123123、はい、だとすごい非効率なので123で止まったら次はこっちから123、常にこっちからこっちか交互にくらいよっぽど意図的な時以外は基本的にはもちろん例外もあるんですけど、はい、意図的にこういうふうにやる時もあるんですけど、基本的には人差し指中指、どっちからスタートしても結局どっかから入れ替わるので、それを無意識にできるようにしたい。123、123、これで人差し指、次は中指の近くからしか始められないっていう人がいるんですよ。いつも人差し指からしか、そうすると続けて音符が続けたり速いアプローチになってくるときに間に合わないので、いつも自分が今どっちを弾いてる、どっちから始めてるかっていうのも忘れるぐらい、この状態かこの状態しかない。よくあるのが、弾き終わったらこうなっちゃってる人や、弾いた後こう戻しちゃってる人じゃ、弾き終わったらそのここで待機してる、次こうこうこう、この状態かこの状態しかないので、この状態で待ってて次弾き始めるんだったら何回ワンツースリー、このバンド待ってたら次こっちこっちっていうふうに、右手はもうこの状態かこの状態、よくこうやって戻したらこうやってやったり、こうやってやったり。弾いたのにこう戻しちゃって両方揃っちゃってるな、だから待機してる時もこの状態かこの状態しかないっていうふうにシンプルに考えて、できるだけなんていうんだろう、無駄なことを考えないし無駄な動きをしないっていうのが基本的な考え方ですね。先生、他の指はどうしたらいいですか？他の指は軽く、よくやっぱり伸ばしてるよりちょっと折り曲げといた方が邪魔じゃないかなと。それであとはもう少し言うと、少しまっすぐ弾くというよりは親指を中心にこう少しこう回すようにですね、パチンコをやる人は分かるので、こうタイヤを回すようなイメージで少しこうひねってあげるとよりいいです。であと弾いた後に1弦を弾いたら2弦に当てて止める、2弦を弾いたら3弦に当てて止める。でよく悪い例は、1回弾くときにで弦に当ててから弾いちゃう人がいるんですよね。これだとツーモーションつって無駄な動きなので、構えてるところさっきも言ったけど、今ここで当てると1回モーションが止まっちゃうので1ってなっちゃうので、この状態から素早くこの状態に入れ替えるっていうのが重要で、ここからここです。でダメな例は弦の当たった時に、この当たったテンションに負けて1回止まっちゃうんですね。止まらないように一気に振り抜く、高いところから下にそう落とすようなイメージだから、ドラムでいうとこうスティックを振り下ろす、途中に弦があるイメージですね。弦のところで当てるんじゃなくて、弦は通過点で通過して次の弦に当たったところで止まるっていうようなイメージです。だからで音量はよくなんか小さい音を出そうとするとこういうなんですよね。大きい音の時、小さい時、これダメな例で、実はストロークの大きさも実はあまり変えない方がよくて、大きい音を出したい時には深く当てる、小さい音の時には浅く当てるって、このかけ方で音量をコントロールできると、要するに小さい動きってリズム取れないんですよ、人って。体全体で取った方がいいので、指も必ず全体で大きく取った方がいい。ただ大きく取りながら小さい音を出すって実は難しいんだけど、こういうふうにストロークは大きいけど音は小さいですよね、今。ストロークを変えずに深く当てれば音が、小さい音を出したい時は浅く当てるんですよ。なるほど。っていうふうにコントロールしてあげると、右手の動きは実にシンプルになって、この状態からこの状態しかしない。小さく動かすってこともないし、ここで小さい音を出そうとすると、ここだけで動かしちゃう、他の関節を使って動かしちゃう、伸びてた方が、そうすると小さく動かすっていうのは非常にリズムが取りにくい。体って全部体を取った方が、ダンスもそうですけど、ここだけでリズムを取るっていうのは非常に難しいので、できるだけ大きい関節なる体を使ってリズムを取ると、正しくリズムが取れる。そんな繊細なことをやられてたんですね。そうです。